こんにちは、ヘアデザインスペース1代表伊藤です。というわけで、先月の、終わりにいただいたアンケートの中で、お寄せいただいたお客様からの声、これちょっと、全部いけるかわからないんですけど、せっかくいただいたお客様からの声なので、私、伊藤からも生の声で、ちょっとお返事差し上げようじゃないかということで、ちょっとやってみたいなと思います。結構いただいた声がありまして、それぞれちょっとご紹介してみようかなと思うんですけど、最後にね、今後の美容室1へのサロンワークを改善していくにあたってお客様からのご要望等がありましたら聞かせてくださいということで、一応任意回答にねさせてもらったところなんですけど、いつも遅い時間の予約に対応してくださり大変ありがたいですということですね。ありがとうございます。こちらこそですね。なかなかね、朝早い時間から営業していることもあって、なかなか遅い時間までお待ちできてないことも多いんですけど、本当にそう言っていただけるとこちらこそありがとうございますという感じですね。今の状態で満足して特にないです。ありがとうございます。いつもくつろがせていただいてます。お手洗いもいつも綺麗、ありがとうございます。お茶がいただけるのも嬉しいですし、飴もいつもいただいちゃう。人柄かお話もとてもしやすくて時間もあっという間です。例えば以前アロマをタオルにつけてくれとかって言ってました。あ、そうでしたね。はい、たくさんの褒めの言葉ありがとうございます。いろんなサービスちょっと試行錯誤をやりながらやんなくなっちゃったこともあったりするんで、こういうお褒めの言葉いただけると、あ、まあまた少しこういうのもちょっとやってみなきゃななんて思ったり、できます。本当にありがとうございますね。引き続きいいサービスで、お客さん喜んでいただけるように頑張りたいと思います。最近予約が取りづらくなってきてますが、それだけ人気のお店に成長された証ですね。説明下手な私の意見を最大限組んでくれていつもありがとうございます。仕事でもない、主婦でもない、一人の時間毎回楽しみです。またよろしくお願いします。あ、これ嬉しいですね。はい。人気のお店に成長できてるといいなと思います。これは本当にお客様がお一人お一人皆さん感じていらっしゃるところの部分が正解だと思います。自分たちは今日より明日、明日より明後日っていう風にね、やっていけるように頑張れたらなと思っているので、引き続き頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。こちらの希望を伝えた時でも、こうした方が似合いますよというアドバイスを入力していただきたいです。あ、はい、これは本当そうですね。お客様からいただいても、おっしゃる通りですね。僕らがね、気を使って言えないんじゃないかと思って、言い出しにくいんじゃないかと思ってこういう風に書いてくださってるのかもしれないですけど、似合いますよっていうね、ご提案だったりアドバイスだったりっていうのは、それをお届けするのがやっぱり自分たちの仕事だとも思ってるので、逆にそういうところに不足を感じていらっしゃるようであれば、ぜひ、厳しい叱咤激励いただいてですね、ちゃんと遠慮言ってくれっていうことで、心がけていきたいなと思いますので、ありがとうございます。はい、でストレートバンバン理想の髪型になると、ああ、よかったです。はい、引き続き、はい、頑張りましょう。そうですね。マンツーマンで施術対応してくださることが私としては満足しているところです。国枝さんとの適度な会話、癒しの時間です。これね、多分国枝さんの多分お客様からのね、声じゃないかなと思いますけど、国吉がね、マンツーマンで対応させていただいてます。会話がね、癒しの時間だというふうに思ったんですけど、国吉もすごい喜ぶんじゃないかなと思います。こういうところをやっぱり評価していただけているところを自分たちも大切にしながら営業していきたいと思います。はい、いつもよくしていただいて満足です。これからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。事前に駐車場の予約ができると、あー、そうですね。これは実際ご存知かと思うんですけど、駐車場に2台月決めでお借りさせていただいてるんですけど、借りているんですけど、現状美容室だけじゃなくて、ネイルのお客様も実際に共用する駐車場という形になってます。で、まず大丈夫なんですけど、やっぱりこう変な話です、最大3名のお客様がいらっしゃった時に3人ともお車でいらっしゃるみたいなことになると、やっぱ埋まっちゃってたりもしますし、あとはやっぱりそのちょうど入れ替わりになるケースもあるんですよね。ちょうどお帰りや車でいらしてるお客様が帰る時間と次の時間で車お客様が車で来るみたいな、ここでバッティングしちゃってみたいなこともあったりして、なかなか駐車場の予約っていうのはちょっとなかなか現状難しいところはあるんですが、もちろん埋まっててっていうことであれば、お電話1本いただいてちょっとご相談いただきさせてもらえれば、近隣のコインパーキングもご紹介します。駐車料金も一部負担させてもらってますので、言っていただければなと思います。ちょっと引き続き3台借りますかみたいなね、頑張ります。はい、満足してます。当日も空いてる時間は予約できる、あ、そうですね、当日空いてる時間、これはでも今現状多分1時間前まで行けますので、今日のお昼に行きたいなって朝パッて見ていただいて、空いてれば予約できますので、ぜひオンライン予約使ってみてください。はい、SNS 見ていただいてありがとうございます。今こうしてるコーナーに対
こうなりますので説明、ありがとうございますね。 SNS 皆さんやってますかね。ぜひよかったら僕の個人的なインスタグラム、僕の個人のインスタグラムアカウントは結構こそこそといろいろやってますので、ぜひよかったらフォローしていただけるといいかなと思います。はい、私は自分からこんな髪型にしたいということができません。難しいことだと思いますが、これは似合うのでは。先ほどの声にちょっと似てますね。本当の気持ちを言わせていただければ、行って椅子に座ったら全部お任せぐらいの感じだとすごく嬉しいです。いやこれ本当にでもありがたいですね。ここまでこう信用していただいているってことだとも思うんですけど、はい、やっぱり僕たちも目指すべき理想の仕事のスタイルかもしれませんね。なんかこう、やっぱりね、ヘアスタイルに関してはこちらがね、プロフェッショナル専門家として、座った瞬間に、ね、ご気分を伺いながらパッパッパッとこうね、あんまり死のごのを聞かずにさーっとこう、そうそうそれそれっていう風に言ってもらえるようなヘアスタイルをできるのが一番だと思うので、引き続き努力したいと思います。はい、ありがとうございます。長い間お世話になります。本当にこちらこそです。いつも親子で会話させていただきますが、要望の声ありがとうございます。満足しておりますが、ショートヘアのため最後の微調整カットした時の短い髪の毛が、これいけませんね、すいません。これは本当に嬉しいかもじゃありません。これやらなきゃいけないことですね。本当に申し訳ないです。おそらく私かな一応ね、コットンとかでちょっとセット目にご用意させてもらって、これ払ったりしてるんですけど、一人でない時があったんでしょうね。これはいけませんね。きちっと対応させていただきますので、しっかりやります。はい、特にない、特にありません。毎回ありがとうございます。髪と一緒にネイルとかできたら、これぜひ、ちょっとね、業態というか営業のスタイルがちょっと違っていまして、ネイルの方は、ネイルの方で、ちょっと、ネイリストに直接こう、コンタクトを取っていただくような感じになるので、あれですけど、お声掛けいただければ、ネイリストをつなぐこともできます。一緒っていうやつになってくると、ちょっと難しいケースあるんですけど、実際でもいらっしゃいます。ネイル終わった後、ヘアやりに、そのまま、じゃあ、こちらにっていうお客様もいらっしゃったり、こっちヘア終わってから、じゃあネイルの方ご案内しますね、みたいなケースもありますので、ぜひ、ご相談いただければ。今ね、フットケアのシーズンですし、ぜひよかったらと思います。いつも丁寧に対応してありがとうございます。こちらこそ。いつもマンツーマンのサービスを、ワンオペで大変そう、ワンオペで大変そう。まあそうですね、多分これは私も国吉も一人で営業させていただく日があるので、そういう日に来ていただいているお客様なのかなと思います。ワンオペ大変そう、そうですね、大変じゃないことはないんですけど、でもお客様にもね、お一人でのくつろげる時間っていうところで提供できているところもあるので、継続していきたいなというふうにも思っているので、頑張ります。はい、いつもありがとうございます。なかなか予約取れないこともありますが、先見て、そうです、予約のことは私も本当に懸念しているというか、お客様によっては本当にね、すごくこう来た時に次回の予約を取ってくださる方もいらっしゃいますし、そういう融通というかこうスケジュールがパッとこう決められるっていう方もいらっしゃれば、やっぱりこうお仕事の都合だったりとか、いろんなご事情の中でやっぱり今週の予約は今週にならないとわからないとか、明日のことも今日例えば旦那さんが帰ってきたから分かるとかっていうケースだったりとか、いろんなケースがあるので、なかなか難しいところではあるんですけれども、先ほども申し上げたように、その1時間前でも予約ができるような体制に今ちょっともうなってたりもしますので、なかなか大変なところはあるかなとは思うんですが、ぜひ頑張ってもらいたいな。いや、すいません、本当にお前も頑張れって話ですね。早くスタッフとかね、入ってくるような感じになるといいなと思ってるんですけど、もうこんなこと言いながら何年だろうっていうぐらい本当に鋭意努力中でというところではあるんですが、お互いにお客様が頑張ってくださってる分、私たちも予約枠がしっかり拡大できるようにやっていきたいなと思ってますので、温かく見守っていただけると嬉しいなと思います。今の状態がベスト、今の状態が、お客様を褒めてくださっている方多いですけど、自分たちは今の状態が一番いいとは思ってはいないところもやっぱあるので、まだまだこれから改善していかなきゃって思っていることいっぱいあるので、そういうところちょっとずつ、やっていきたいなと思っているので、引き続き温かく見守りいただけるといいかなと思います。そんなところですね。はい、ありがとうございます。でも本当にね、ブログの方にも書きましたけど、特別なんかね、回答してくれたことに何かこう、返礼の何かをこう差し上げたりするような趣旨のアンケートじゃなかったんですが、これだけたくさんの回答いただけたこと、本当に嬉しく思ってます。こういうお客様からの一つ一つの声を、大切にまたね、反映させて、すぐ実現できることもあるし、ちょっと時間がかかることもありますけど、頑張ってやっていきたいなと思ってますので、
繰り返しになりますが、引き続き温かいご愛顧を寄せていただけると嬉しいかなと思います。そんなわけで、つらつらと喋りましたが、ね、最後までご覧いただいてありがとうございました。またサロンで、パワーアップしてサービス改善した一夜を楽しんでいただけるように頑張ります。どうもありがとうございました。